ここからまたさらに上を目指せる位置にいるってことはすごい幸せなことなので、あのチーム一丸となって戦っていきたいと思いますね。あの自分のパスだったりキックが武器だと思っているので、はい、大事な場面でいいパスを出したりすることを、ね、考えたいと思います。あの皆さんの力が、本当に力になるので、残り3試合、全力で頑張りますので応援してください。よろしくお願いします。 Personally, I think I want to continue the same、played for the team and played for score goal of course and play for the winThank you for supporting us and please help us the last three games and we try to win three games and play next year the Champions League. チームとしては、一個ずつ勝ちを積み重ねていくっていうのはすごく重要なことで、まあ、個人としてはそのチームのために、ゴールなり何なり勝利に貢献できることができたらいいなと思ってます。やっぱり自分の特徴である、相手の嫌なスペースで受けて、前向くとか、まあ、ゴール前のプレーっていうのをより多く出せたらいいなと思ってます。残り3試合全力で頑張るんで応援よろしくお願いします。僕の特徴である、まあ、体重の守備だったり、まあ、あとは気持ちで戦っているところをみんなに見せられれば一番いいかなと思います。残り3試合、みんなで一丸となって、絶対勝ちましょう。挑戦者っていう気持ちを忘れずに、まあ、上位チームをやれるんでね、まあ、思い切ってやりたいです。残り3試合ゼロの気持ちで、失点はゼロっていう気持ちでやっていきたいです。残り3試合全力で頑張るんで応援よろしくお願いします。自分たちもいいサッカーができる、できてるっていう自信と自覚があるので、まあ、これを続けるのは大事だと思いますし、まあ、残り3試合の中で、1試合1試合勝っていけば本当に ACL 圏内が見えてくると思うんで、はい、そういう部分でも頑張っていきたいですね。自分たちがACL 圏内の中では下の方なので、どうにかレイソル、トスと勝って、ホームでいい試合ができるようにまたいい準備をしていくので、レイソルでトス、アウェイでも応援よろしくお願いします。